はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はアタオカ企画、リノは短期フルオートで風神雷神戦 EX をクリアするには何時間かかるのかやっていきたいと思います。現在の時刻は11月22日月曜日の朝7時半となってます。いやー、これさ、もうすでに事件の香りがプンプンしますけども、今回は絶対に死なないリノワタンを作りまして、何時間でクリアできるのかっていうのを見ていきたいと思います。まず気をつけた点で言うと、風耐性を 180%、本当は200で、風無効にしたかったんだけど、そうするとね、どうしても攻撃力、魔力が落ちちゃうから、もうやむなしの180。で、リノアには、基本的に 20% の確率で回復をするアンジェロリカバーがあるから、一旦これで、どうにかね、回復を賄っていこうかなと思いますと。で、装備はこんな感じで、魔力が3300で、ヒトキラーが200で、今回ムーンフェイス採用して闇で物理で殴っていけるような形になってます。で、削っていく方法はただ一つ、オートなので、戦う効果が変化したタッグアタック、そして、毎ターン1200回復するようにしますので、計算上5ターンに1回はLB が打てると。なので、タッグアタックの全体 LB でのみダメージを削っていこうと思いますと。で、回避率は 100%、 そしてウィングハートで混乱無効もつけてますので、もうリノアの行動が止まったりとか、もう死ぬことは一切ないような装備構成になってますんで、あとはひたすら、これを続けるだけと、続けるだけなんだけど、今はね、さっき取り出しのというか動画の最初にさ、プリモニション、裏の LB 使ったから、裏もオートでやってるんだけど、で、勝手に LB 溜まって、最初プリモニションを使えて、20万ぐらい今削れてるんだけど、これが切れるとこんな感じ、基本的に10万しか削れません。いや、一ターンで削れる量が10万。単体にね。で、このLB だね。LB 使うと、全体に約500万ぐらいダメージが入るんだよ。めっちゃ低いね。これだから1体に、5ターンで単純に300万ぐらいしか入らないと。で、しかも奥の、風神に関しては、基本的に LB でしかダメージ受けないから、やっぱ減りが遅いと。メインは HP が多い雷神やっていくんだけど、こんな感じで進めていきますよという感じで、何時間かかるのか試していきたいと思います。じゃあちょっとあれだな、もう乗る電車は間に合わねえなじゃあまた。おい、見てくれよ、ようやく風神が残り HP1% まで来たぞ。朝からさ、朝の7時半ぐらいからさ、出撃させてオートでさ、アンジェロリカバリー使って HP 耐えながらさ、ようやく念願の 0% が目前に迫ってきた。マジで長い。現在の時間はですね、11月23日火曜日の0時50分を過ぎたところと、もう合計何時間やってんの？朝7時半からだから、どんくらい17時間ぐらいやってんのか、これ。マジで。やばすぎだろ。17時間かければ、18億の HP は削れるということが、もうほぼ分かったんじゃないかと。で、あとね、もう一つ分かったことがあって、ターン数見てもらえば分かると思うんだけど、999ターンを過ぎるとカウントされないんだって。で、運営さんにも問い合わせたら、現状それ以上を調べる術はもうありませんと、もう数えるしかないですと、返信をいただきましたと。で、あともう一つ、バーストストーンが落ちないのお気づきになりましたがね、これね、僕も知らなかったんだけど、多分ね、999ターンを過ぎると落ちないんだよね、バーストストーン。ほら、見て、風神がついに倒れました。18億の HP を削り切りました。約17時間ほど経過したかかりすぎだろということで、残り雷神の 3% を削るために、またね、何時間か放置していきたいと思います。ではまた。おう、残り 1% までやってきたぞ。現在の時刻はあれから約20分近く経過した1時9分となりました。夜も、深まってまいりましたけども、こちらの戦いも熱いところまで深まってきたんじゃないでしょうか。もう残り 1%、 21億の 1% だから、いくつだ、2000万ぐらいか。いやー、やっとここまで来たね。めちゃくちゃ熱いわ。本当にここまで長かった。
で、まあ、ちょっとさっきのバーストストーンの話なんだけど、運営さんに問い合わせてみたんだよ。なんか999ターン過ぎたらバーストストーン落ちなくなったんだけどって言ったら、なんかそのゲなんかその現象は確認できておりませんので、調査ができ次第ご報告しますみたいなメール返ってきたんだけど、あれなんだね、運営さんも999ターン以降ってやらないと思うんだけど、なんか分かんないんだね、しようかどうかすらも、なんか運営さんはちょっと分かってないみたいな回答でした。いやだからね、これやっぱユーザーがデバッグしていくゲームっていうのがこの FFBE だよね。いや待って、あと何回これやれば終わる？もうウキウキしてしょうがないんだけど、もう秒読み入ってると思うんだよね、さすがに。で、毎ターン LB とか、まあ、LB を使うまで、まあ、大体5ターン周期なんだけど、まあ、これ5ターン周期で300万ずつ入れてるわけなんよ。いや、だからマジでもうあとすぐだと思うんだよね。で、時間的にはもうほんと7時半からもうずーっとこれやってるから、どんくらい？マジで18時間ぐらいやってんじゃない？まあ、18時間弱か。1時半になれば、まあ、それで18時間やってる想定にはなるんだけど、いやマジでもう本当にあと少しよ。もうめちゃくちゃ今なんか知んないけどバクバクしてるもん。もうただただ攻略したことあるさ、コーナー移動やってるだけなのにさ、これで終わんじゃない？ラストじゃない？もう超テンション上がってきたよ。まだ終わんないと、まだじらされていくと。いやもうこれもう早く終わってほしいけど、なんかちょっと終わるのが寂しい気持ちでもあるんだけど、いやーマジでよ、めちゃくちゃなんか達成感あるんだけど、今日一日ずっと僕はね FFBE にログインできなかったわけなんですけど、もうこの FFBE 中からしたらもう憤怒の極みよ。もうオーブは溜まるし、あのレイドの溜まるし、もう何にもできない。もうきついよこの BE 中にはね。いやまあ立派な俺たち養分だからさ、養分がプレイしないわけにはいかないわけないよ。さあラストの LB、 これで終わんじゃないか。さすがに新ウィッシュスターということで、ついにゴールが、ピリオドが打たれましたと。達成感、何この達成感、めちゃくちゃ嬉しいんだけど。999ターン、そして現在の時刻は1時12分ということで、まあ、約18時間かけて、リノは短期へ39億を削り切りましたと。いやもう感無量の阿鼻叫喚。はあ寝よう。